皆様こんにちは。日本システムバンク社長の野坂でございます。皆様方には日頃より大変お世話になっております。誠にありがとうございます。現在新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済社会は大きく混乱しておりますが、残念ながら未だに収束は見えていません。しかし、かつてペストをはじめとする数々の恐ろしい感染症が人類を襲いましたが、今まで克服できなかった感染症は一つとしてありません。今回の新型コロナウイルスも必ずや克服できると確信をしております。そのためには私たち一人一人が感染拡大防止に向けてやるべきことをしっかりと行っていく必要があります。経済が止まってしまった今、大変厳しく、そして大変苦しい状況が続いています。感染の収束まであと数週間なのか、数ヶ月間なのか、先行き不透明な状況ですが、収束後のみんなが笑い合える明るい未来は必ずやってきます。地球に住んでいる全ての人々が手に手を取り合って、心を一つに合わせて感染拡大防止に向けて取り組んでいきましょう。最後に、新型コロナウイルスと最前線にて命を懸けて戦っていただいている医療従事者の皆様へ心からの感謝を申し上げますとともに、一日も早い事態の収束と皆様のご健康をお祈り申し上げます。